高評価しないと食べちゃうぞ。みんなが考える青鬼、六花青鬼、六花青鬼。青鬼から逃げていてロッカーの中に隠れようという時に開けてみたら、まさかの青鬼パクリと食べられちゃうよ。と言っても色が明らかに青鬼の色なので、今までロッカー青鬼食べられたことのある人は一人もいません。ロッカー青鬼は口の方を下にして倒してしまい、もう目を蹴ってやりましょう。リーゼント青鬼、リーゼント青鬼、リーゼント青鬼は出会ってしまったら頭が伸びて食べられてしまいます。なので食べられないように帽子をかぶせちゃいましょう。これで食べられないねと安心していたら、リーゼントをしている本人に何やってんだよとぶん殴られてしまいます。リーゼント青鬼に会ったら逃げましょう。爪楊枝青鬼、爪楊枝青鬼、爪楊枝の先をよーく見るとちっちゃい口がついています。でも口を下向きに使っていれば歯茎を食べられないので安心。普通に折れますし、そんなに怖くない青鬼です。キティちゃん青鬼、キティちゃん青鬼。うわー、キティちゃんかわいいなと思って近づいてみたら、口を開けたら青鬼でした。怖いですね。キティちゃんの時は完全にキティちゃんなので青鬼の見分けがつきません。どうすれば区別がつくかというと、身長がブルーベリー3個分なので普通のキティちゃんよりかなり小さいです。小さいキティちゃんを見たら注意してください。食用青鬼、食用青鬼、食用青鬼といっても食べられる青鬼のことではありません。農家が研究に研究を重ねて作り上げたワッティみたいな形をしたナスです。これに目と口を描いて食用青鬼として売っています。今じゃ予約がいっぱいで1年待ちです。アイスの棒青鬼、アイスの棒青鬼。みんなが大好きガリガリ君、当たりが出るかなと食べていたら青鬼で舌を噛み切られます。怖いですね。アイスの棒がブルーベリー色だったらもう捨ててしまいましょう。でも最近ではやった当たりだと思ってどんどん食べていたら、中間が青鬼という新しい種類も出てきたので注意。レゴ青鬼、レゴ青鬼、レゴでできている青鬼です。簡単に外せるのでめちゃくちゃ弱いです。低評価ボタン青鬼、低評価ボタン青鬼。この動画違反をしているぞと思って低評価を押してみたら、指がバクリ、低評価の形をした青鬼に食べられてしまいます。と言ってもタッチできるのはスマホ、パソコンだと安心して低評価が押せますね。スーパーボールすくい青鬼、スーパーボールすくい青鬼、スーパーボールすくえたと思ってよく見てみたらブルーベリーでした。まあいいかと思って食べてみたら青鬼になっちゃいます。しかもよく跳ねる青鬼に、青鬼子ちゃん、青鬼子ちゃん、まだまだ子供で遊ぶの大好き青鬼子ちゃん。一人で遊ぶときは砲丸投げの球をお手玉にして遊ぶよ。みんなで遊ぶときは鬼ごっこが好きだよ。でも青鬼子ちゃんが鬼のときはめちゃくちゃ怖いよ。タッチ青鬼、タッチ青鬼、双子の青鬼だよ。パックパックパックというギャグが青鬼界で流行っているよ。1万円札青鬼、1万円札青鬼。あれ、この1万円札偽物じゃないのと太陽に透かしてみると、真ん中から青鬼が出てきて食べられちゃうよ。クソブス青鬼、クソブス青鬼。色落ち青鬼、色落ち青鬼。毎日体を洗っているとどん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 色が落ちてしまうよ。色が落ちてしまったら美容室に行って髪の毛を染める、染め子でまた色を塗ってもらうよ。染め子の色を変えればいろんな色になれるよ。床屋さんの前によくあるあれにもなれるよ。貞子青鬼、貞子青鬼。呪われたブルーベリー観察日記という DVD を見ると、途中から井戸が映り、その中からお尻が出てきます。なんだお尻かよとふざけていると、テレビから化け物が出てきます。どうやら
ブルーベリーを作っていた貞子さん、その貞子さんが作るブルーベリーが農薬がひどすぎて自ら食べた時に死んでしまいました。美味しいブルーベリーを求めて今もさまよってるようです。さあというわけで今回も皆さんたくさんのコメントありがとうございます。採用できなかった方々本当に申し訳ございません。これに懲りずにまた応募していただけるとありがたいです。コメント欄に自分が考える青鬼を書いてください。前に書いた青鬼がどうしてもやってもらいたいという方はまた書いていただき、もっと新しいのという方は新しいのを書いてください。そしてルールは守りましょう。1人1個まで。そしてアイコンと名前を使っていい方だけコメントお願いします。それではまた次回お楽しみに。さようなら。食べちゃうぞ。